皆様アニョッスです。本日は神になってやるぜ。どうやらこちらのアプリ、ゴールできれば神だそう。これまでいろんなゲームやってきた私たち。まあちょっと神になっちゃいますか。あ、難易度3つ？余裕かもだけど、まずは天才になっときますかな。基本は障害物を避けて進んでいく感じね。反射神経が重要です。推し把握した。ちょっと最初でクリアで申し訳ないけど、一番主行きます。お、あのゲームにちょっと似てるな。違うのは、常に進んでるとこですね。余裕。ちょっと自分の何のためにコース分析。遊戯、意味ないぞ、主で終わるから。視聴者様もお気づきだと思いますが、間違いなく不利でしょう。そんなバナナだぜ。オーマイガー。はい、きっちりフラグ回収。しょうがない、美少女霊夢の出番のようね。自分で言うな。ムジ君が見つけたところまではない。おし、ナイスタイミング。これ後でやるほど有利だな。ちょっと覚え芸的な要素もありますね。ランプのタイミングがいい。お、なんかアイテム発見。いいなぁ、ここ面白そう。なるほど、うまくタップしてかわしていくのね。霊夢さん、なかなかお上手。こういうゲームは、焦ったら負けよ。お、まともなこと言ってる。な。なんかでっかいのきとイジフィスビブアバフン。オーマイガガ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 。はい、焦ったら負け、見事に再現してくれました。マリサに任せなさい。お、かわした。ふ、余裕だ。どうやら、上についてもダメなよう。高橋、バトンタッチ、オッケーです。皆さんのお参考に。お、下から行くパターン。ポケットランチャー、うざいわね。高橋、リラックス。はい、焦ったら負けですもんね。お、切り抜けたか？もう飛んでこないみたい。いいねー、順調。よし、ランプゾーンクリア。砂漠ゾーン突入だぜ。高橋、初見だから気をつけて。了解です。惜しいぞ。やっぱだんだん難しくなってくるわね。クリアして天才霊夢ちゃんになるぞ。ここでジャンプ。グッドム。すごいぞ高橋、ちょっと黙って観戦しとこう。お、なんか新しいゾーンの予感。した。おお、ちょっとこれ操作難しい。画面を押し続けてるときは上昇。話しているときは下降よ。ああ、間に合わない。あらら、でも頑張った方だぞ。遊戯さん、あとは任せました。これで 64% か。残り 36%。遊戯、行きます。遊戯さんファイト。ありがとう。お、割と安定してるんじゃね？いやー、さっきと同じでした。その後もみんなでやり続けまくったが、結局これが最高記録でした。お、やっと超えられるか。もう疲れた。主、天才にならなくていいです。霊夢、アホ可愛いで十分です。マリサ、アホ下水で結構です。皆さん、まだ諦めないで。あら、ただいま高橋プレイ中。おお、ギリギリかわし。高橋、いつの間にこんなとこまで。これはマジでいけるか。高橋頑張れー。おお。その後、天才を諦め、神になろうとしたが。もっと無理だった。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、サンキューな。誠にありがとうございます。ワンワン、テンテンテン。にゃーお。おめえはホモサピエンスだろ。それじゃあまた次の動画で。